と一緒に大量の水をかけられたワトソンさん、ドジャース7アサンレーズ、日時間24日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は23日、日時間24日、4度コロチでのレーズ戦で同点の9回に、劇的な満塁サヨナラ球を放ち、試合を決めた。ヒーローで大谷と共に水をかけられて、ずぶ濡れとなった地元放送局、ネットロサンゼルスのキルステン・ワトソンさんは、SNS を更新して、大谷の快挙を祝福した。大谷は、同戦の4回に今季40個目の盗塁を決め、9回の自身初となる、サヨナラ40号で、メジャー史上最速となる126試合目での、40から40に到達した。グラウンドで行われたヒーローでは、テオスカー・ヘルナンデス外野手が、ウォータージャグで水をぶっかけたが、横にいたワトソンさんも正面から食らってびしょびしょに。ネットでは、ワトソンさん一番濡れてない？ワトソンちゃん被害に遭ってるよと話題となっていた。その後、ワトソンさんは X、旧、ツイッターを更新し、40から40、おめでとう翔平、と水をかけられる動画を引用して投稿した。ファンからは、グレートジョブ、キルステン、あなたは勇敢だ、どれほど冷たかっただろうか、カーステンさん大谷以上に被ってて、草とコメントが寄せられている。フルカウント編集部、